少しだけやろうと思って配信してみました。あ、トーク会で初めて実物にお会いして可愛すぎました。ありがとうございます。今週末もあるんですよ。1日と2日に。1日と2日にあって、15と16に最後にあります。あ、土曜日行きますね。ありがとうございます。お元気ですよ。そう、週末アイドル。こんばんは。土曜日一回ありがとうございます。あ、この前手紙出してきました。ありがとう。多分お手紙とかはもう4月30日で終わりだったのかっていうのを聞いた気がする。お場面のドレス姿素敵でした。ありがとう。そう、なんかドレスの生写真が発売、生写真なのかな、わかんない、何の写真、何で使われたのかわかんないんだけど、それでやってて、それで撮ったんだけど、でもまあそれは出てないから、グッズかなんかでなんだけど、そうだから何言ってるんだわかんないけど、まあ撮ったんだけど、それが表には出なかったから、写真をメールに送りました。こんなドレスを着る機会は本当にないと思って嬉しかった。遊びに来たよ。ありがとうございます。ランダム生写真なのか。ドレスかわいいよね。やっぱさ、女の子はさ、ドレスとかさ、着るとさ、テンション上がるじゃん。そういう感じですよね。こんな感じです。ドレスはね、自分で選んでた。選んできた。あ、ニシピがいるらしい。本当に？ニシピがいるらしい。わかんないけど。ニシピョン。これでいなかった、どうしよう。そう、自分で何種類か選べる。あ、いるよ、だって。イエーイ。ね、西くんがいるよ。西くんって言わない、西ぴょん、西ぴょんがいるよ。最近謎に毎日アイドル配信してる。そうなの？西ぴょん？すごい。毎日アイドルしてるらしい、西ぴょんが。すごいね。平田さんも毎日アイドルしちゃい、しちゃいません。
西君毎日天気教えてくれる。今日めっちゃ雨降ってたよね。雨がすごかった。なんかさ、寒かったしさ、なんかこの1週間ぐらい天気悪いよね。悲しい。すごい、なんか飛んでる。クラッカーみたいなやつ飛んでる。すごーい、クラッカー飛んでる。あ、明日も小学校あるから寝るね。おやすみ、ありがとう。学校頑張ってね。明日平日か。田さんは久しぶりにショールームをしてます。教習所は行ってません。お元気です。とってもネットコサお手紙出しました。ありがとうございます。そう、ショールームはね、これ自分で普通にできる。まだいつまでできる？ 5 月16までかな。わからんないけど。だよね、5月16日までできる。あ、また今度トーク会行きますね。ありがとうございます。待ってます。ここでね、決めてきたみたいな。ね、トーク会もあと4回だけなんで、今週末はもう明後日かな、はもう開催されるっていう感じなので。シナ優勝、シナが優勝。最後どんなお洋服で行くか決まってんの？決まってないですね、何にも。特にまだ何も決まってない。遊びに来たよ、ありがとうございます。乾くんだけど、やめてくれ。しーちゃん、兄ちゃんの動画好きだったな。ありがとう。ありがとう。
しーちゃん、なーに、なーに、何の話？特にね、これといったことがあったわけではないんだけど、ね、なんか言うことがあったわけではないんだけど、次は15日行きます。ありがとうございます。毎日スタバ飲んでる。毎日は飲んでないけど、今日も飲んだ。配信珍しいでしょ。珍しいな。最近自撮りはしてない。しなくなっちゃう。あのトーク会の時に久しぶりにしたくらいメールに送ったから、ゆうちゃんと撮って相変わらず声遅れてます。やっぱり iPad でやってみたんだけど無理だった。綺麗、見える？あんま綺麗じゃない今日。でも綺麗か。目かゆい。髪型。毎日可愛い。ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。ねえ、目かゆい。花粉症だけどもうないはずなんだけどな。急に目かゆくなった。びっくり。卒業前ってみんな言ってたんだけど、そうなの。インスタはね、インスタはですね、あ、お久しぶりです。ありがとうございます。明後日のトーク会行きますね。待ってます。残り4回となってますので、お待ちしてます。
きの可愛さが優勝してた。ありがとう。ネイルいけてない。だからね、見て、ここ2本なくて、こっちも2本なくなっちゃった。4本ないの、ちょっといけなくて。ちょっとないです、ないですそう、バランスよく2本ずつないの。あ、平田さんのネイル見るの好きでした。次はどうしようかな、また変えたら乗せようかなって思ってるんですけど、自分で塗るのはやめた、なんか汚いしまあいいやと思って、まあなくなっちゃったもんな、なくなっちゃったかなって。どうしようかな、先月初めてしーちゃんとお話したんですが、楽しかったです、ありがとうございます。こんばんは。サインと手形大切にしています、ありがとう。宝物にしてください、よければ。クータが来た、クータが来たよ。ちょっと毛がもしゃもしゃです。おとなしいよ、めちゃ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 おとなしい。
もふもふしたい。あ、うまく書けてないですが、手紙送りました。ありがとうございます。届くの楽しみにしてます。フォローしました。ありがとうございます。ショルームか。たりしないね、くーちゃん。だだ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 だそうだ、そういえば、そういえば、そういえばなんですけど、そう、インスタのね、気づいてる人はね、あんまりいないんだけど、あんまりいなくて。あれなんですけど、インスタを新しくして始め更新してるんですけど、そうメールにしか書いてないから、それもなんかあんま分かりにくい感じで書い分かりにくい雰囲気で書いたから、あんまり気づいてる人はいないっぽいって感じ。そうやってるんです。探してみてください雑雑なんですけど、普通になんていうのか、ただ自分の日常を載せるって感じなんで、今までの感じとあれ変わったけど、まあ普通にインスタにそうやって載せるのとかもまあ好きだから、そう絶妙な感じのヒントで、ぜひ。スーのワードローブっていうのがあったんですけど、公式って言ったらあれだけど、まあなんていうの、卒業する前インスタで下のワードローブっていうハッシュタグでやってたんですけど、まあそれはせっかく作ったし、あんま撮るかわかんないけど撮った時は載せようかなって感じで、ゆうちゃんのゆうちゃんのフォローかフォロー中のところから探してもらったらいいと思います。シナのワードローブのハッシュタグ、普通に一番最初の投稿にもねつけてる、今回のやつ。まあ特に服を載せたかったわけで、シナのワードローブのハッシュタグで調べて、一番新しく出てくる投稿が今までのやつとは違うところに載ってると思うから、よかったら見てみてください。まだ全然載せてないけど、まあこれからって感じで普通のヒントの方が分かりやすかった。そう、シナはメールだけに書いたんだけど、
ゆうちゃん、ヒントはゆうちゃんのインスタだよっていうのに書いて、でも多分ゆうちゃんのインスタ見ても投稿ゼロみたいな感じだから何ってなると思うけど、そうゆうちゃんなんか全部消してて、なんか載せてたんだけど何個か、そう、その時にシナも知った、ゆうちゃん全部消してるじゃんってそうなんです。よかったら探してみてください。ね、定期的に全部消してる。私何も消したりしないかもしれない。フォローしました。ありがとうございます。そう、インスタはやってますので、よかったら見てください。ツイッターはやらないんでインスタは別に全然あれですね、広めていただいていいんですけど、なんていうのかな、うん、あれだね、公式でやってるとかそういう感じではないから、なんていうの、趣味ではないけどそういう感じでやってるだけなんで、まあみんなの、なんていうの、なんていうのかな、わかんないけど、まあ見てください。まあでもせっかくね載せてるから、いろんな人に見てもらえたら嬉しいけど、でも別にそんな言うほど更新頻度が高いわけではないと思う。なんかせっかくそうシナのインスタ結構見てくれ、見るの楽しみって言ってくれる人多かったし、ハッシュタグもせっかく作って載せてたからっていう、まあ自由な感じ、気ままで気ままでいきます。しーちゃんが楽しんで、それでくれれば嬉しいな。
になったら終わります。シーンシーンって感じ。何の話しようかな。服買いに行きたい。わかる。カミフルで焼肉はね、まだ行ってないですまだ行けてない。国語の発音について。国語か国語かでしょ。なんかどっちかあれだしょ、名古屋弁みたいな。ドレスの写真さ、あんまりなくてさ、実を言うと。そう。なくてです。なんかちょっとした発音の違いのさ、ことよくあるよね。ね。反復横跳びと反復横跳びでしょ。もうどっち両方言うと自分がいつもどっち言ってたかも分かんなくなっちゃう。だよね。なんか投稿しようかな、インスタ。配信しながら投稿するって。あとでしよう。モバメね、はい。モバメも送りますね。今日かわかんないけど。しーちゃんは最近肉より海鮮メンタル。あ、でも海鮮めちゃめちゃ好きなんだよね。海鮮好きなの最近。そう、後で更新するわごめん、しないかもしれないからやめよう、それは気が向いたら投稿するから。気が向いたらではないけど、しようって思ったらする。まだサーモンが最強。サーモンが最強。サーモンが好き。みんな見つけてくれたかな。これはしないパターンってみんなに言われている。落ちる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 よ落ちるよ。
ーモンしか勝たん。サーモンしかはた、サーモンしか食べないわけではないけど、シナはサーモンが好き。うん。珍しいでしょう。元気だよ。やっと見つけた？あ、見つけてくれた。ありがとう。ありがとうございます。嬉しいです。あ、見つけましたって。ありがとう。イカか。イカ食べないな。イカお寿司では食べないかもしれない。シナはね、サーモンとエビ、エビと、でもイカはお寿司では食べないけど、そういう何つまみのイカそうめんとかは好き。お寿司美味しいよね。わかる、とても。貝類も食べないかな。エビ好き、美味しい。甘エビが好き。でも一番出会うのか。茶虫美味しいね。たまにしか食べないけど。うん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 。ちょっと最強。あ、サーモンとアボカドは最強。最強コンビですね、それは。寅さんで回転寿司は行ったことないね。うん、なんで今日そんな可愛いんですか。みんな寿司メンタルになってる。いやね、お肉も好きしな、お肉も好きだけどお寿司も好きって感じ。ドラさんはやっぱ焼肉行くことが多かったかな。肉しか勝たん。お肉は焼肉だったら、タンとハラミとカルビも、でも普通に好きかな。まだ油、なんか油のさがなんか重くなってくるみたいな言うじゃん。でもまだカルビもまだ好きだね。しな、あとホルモン好き、好きです。食べるかな。あとは白米。あれ、麺も好き。どこ行った？白米は絶対食べる。ご飯粒。シナは今でもご飯粒って言うよ。でも白米のこと、ご飯粒食べようって。いや、粒いらないからって言われる。
なんかさ、焼肉を食べるときにもう例えばお酒飲むとするじゃん。だからなんかその焼肉を食べます、お酒飲む人はなんか白米食べない人が多いらしくて、わかんないけどっていうのを聞いて、そのお酒頼んだときに、お酒焼肉行ってお酒頼んだときに白米を頼んだの、ご飯粒を頼んだら、ご飯お酒飲む人ってあんまご飯食べないみたいな。食べないんだ。へえ。シナはね、もう全然食べる。 むしろ焼肉にご飯粒がないのはちょっと無理だね。大体頼んじゃう。さすがに大は食べないけど、すごいお腹空いてるときは中とか食べちゃう。ねえ、お肉とご飯はね、合うよね。え、お酒飲んでもご飯粒食べるよね。お米とお酒を別で飲んで食べるってことか。理解理解。嬉しい、みんなが見つけてくれた。少しずつ。わかんと。ビビンバか。シナはね、白白米が好きなの。マッコリ好き、美味しい。マッコリ美味しいよね。ラーメンってカリカリしないで。カリカリしないで。マッコリ太るの？いや、なんでもお酒は太るんじゃない？それでも飲むんだけどね。焼肉行ったら肉だけ食べた。ああ、そういう派ね。もう少しで終わろうと。ホルモン食べれるよ。ホルモン好き。遊びに来たよ。ありがとう。
もうすぐ終わる。でも半になったら終わります。このテロップのやつ、このテロップ調べてみてください。インスタのアカウント、ユッケさ、一時期本当にめちゃめちゃハマってて、めっちゃあれなんですけど、最近はねちょっと食べるって感じ。たまに。あ、ニシピョンが配信始まったらしい。ニシピョンが配信してるって、みんな。千枚食べたことある。美味しいよね。千枚？千枚。シナはもうそろそろ終わります。すご、9日？9って9日っていうね。この日連続配信になって20秒すぎょすぎょ。しーちゃんは久しぶりに配信しました。終わろっかな。ツイッターはやらないですね。皆さんありがとうございました。久しぶりの配信。ニシピョンが配信してるらしいので、じゃあ皆さんニシピョンの配信をお楽しみください。なんかショールームは多分16日まではできるらしいから、まあまたいつかやるかもしれません。皆さんありがとうございました。あさってのトーク会お待ちしてます。気をつけてきてね。じゃあおやすみなさい。バイバイ。おやすみー。